みんな準備はいいか。我々は今悲惨な戦争に身を置いている。勝利をこの手につかまんとする意志を私に見せてくれ。犠牲をなくし苦痛を断つために。血が尽きる前に水石で歯を研ぎ小さき明かりを残せ。さすれば炎はナタの全ての眼差しとつながる。苦恩の暗闇さえも我々を分かつことはできない。泥まみれの水石、こだまするテペタル。集い、散り、燃え尽き、よみがえり死ぬ。神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。火山を踏破し太陽をつかむ英雄、冠を授ける烈焔、きらめく光は聖画のごとく。我が最初の一歩を導きたまえ。全てを見通す者は己の死を予言できたことを喜び宴を開く。今こそ肉と骨と杯を掲げ、力を尽くした英雄の望みが叶ったことを祝して、最後の歌を聴かせよう。王術の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焔に至る。全ては振り返らぬ命のため。我々の全ての所業を必ず炎が審問するだろう。我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。時空を超えし英雄たちよ、機は熟した。我々は団結し、大炎の洗礼を受け、祝福された孤名を手に、力の真の意味を知り、献身の定めをたどって、やがて超越の炎を迎える。ナタのために。ナタのために。ハボリムの名において野良者の戦争の開幕を告げる。終戦まで半盆の歌があらゆる命を守ることを誓おう。すごい力が秘められてたなんてびっくりだよ。つまりこの後の戦いでは聖火を通じて復活できるってことだな。ああ、もう二度と犠牲者は出ない。敵を一掃する時が来たってことか。奪われた土地も全部取り返さなきゃ。ナタのために見落とした全ての人に敬意を。行くぞお前ら。オイラたちも行くぞ。パイモン、旅人、あの時駆けつけてくれたこと感謝する。おかげでクイクが最後の言葉を残すための時間を得られた。もし私が暴走を抑えられてなかったら、今こうして反撃の機会を手に入れることもなかったろう。それよりお前のことが心配だぞ。大丈夫か？しばらくこの胸の使いは取れないだろうな。だがそのことは一旦置いておくしかない。今はブーカの意志を果たすつもりだ。私が味わった葛藤と苦痛はどれも試練に過ぎない。試練はやがて私の力になる。
そして私はクイクが思う最も誇らしい姿になるんだ。よし、行こうぜ。あの真っ黒な奴らをボッコボコにしてやるんだ。人間の底力ってやつを思い知らせてやろう。敵の数は多いが、こっちも戦力は十分だ。おまけに八神の国の力で情報伝達すれば采配も触れる。焦らず着実に行くぞ。なたのために。天道、ここにあり。難攻不落。世界を熱狂の渦に。開幕だ。痛がっちゃいやに。終わりね。お、ムアラに次からは着弾点を見誤らないようにする。え、エンジンさんも全く熱くなかったのですごくかっこよかったですよ。だが目には良くない。それは確かに。アビスの野郎ども、この偉大なる聖竜ククルアハオ様の前にひざまつけ。アハオの声まで聞こえるのかよ。ちょっとうるさいから一旦消してくれないか。なんだと、この無礼者。ああ、サンキューな、マービカ。待たせたね、野郎ども。かかれ、クイックの敵を取ってやるよ。続けて。うんうん、気をつけなさい。天道、ここにある。剣女盤石。手伝って。血刃。どうぞ。魔物の数がだいぶ減ってきたな。この勢いで畳みかけると、エンジン様の力を存分に使わせてもらおう。情けは無用だ。カチナ、上まで送ってあげる。その方が早いっしょ。スピリットウェイみたいでドキドキする。私の番。行くよ、ぐるぐるコマちゃん。救出は済んだな。ばあちゃんたちは先に。次の行動には遅れないから、少し時間が欲しい。あらら、ミツムシと野菜のことはほっときなさいって、このアンポンタン。
除敵を倒せる。引け！この戦いでもう犠牲者は出ない。恐れずにかかる。この魔物は全部倒したよ。アビスの気流は私が破壊したんだ。流線の宙の方も終わったよ。私の一撃で全滅。名園の主も危機を脱したところよ。火翼の集いを手伝いに行く。あそこの状況は特にひどいとか。僕も今向かっているところだ。必要ない。一掃した。もうか。さっきまで競技場にいたんだろ。とにかく誰かを殴りたかったんだ。どれだけ我慢してたかわかるか。そっか。イアンさん、北条の国の方はどうする。イアンさんの家は競技場から遠いでしょ。ああ、それなら心配いらないぞ。さっきバレたからもう片付いたって連絡が来てる。どうやら全部処理できたようだな。アビスの勢いも弱まってる。数の勝負なら反魂の歌が負けるはずないもんな。数に頼ってる時点であいつらの負けだぞ。また、アビスが魔物を集めて競技場に向かわせてるようだ。反魂の歌が一番の障害だと気づいたか。聖火を破壊する気だな。そんなことさせないよ。みんな競技場に向かおう。新しいアビスの気流が落とされたみたいだね。どれも競技場の近くっぽいから手分けして破壊しよう。そうだ、競技場の入り口を守る人も必要だよね。これが最後の戦いだよ。次、強攻。気をつけなさい。中のために。岩元素なんだけどね。堂々不意打ち。天道万象、決断のために。しなさい。打ち続けて。うんうん、いい感じ。天道中のために。決断して、絹のような弱さに堂々不意打ち。打ち続けて。うんうん、気をつけなさい。天理チョーク、岩山八九、白先生コーチで決陣。ファッションは私が定義する。堂々不意打ち。ローズクラッカー、スピナディロースが特注版よ。堂々不意打ち。天道万象、剣女盤石、強攻。俺につけ。紅に染まって散りなさい。
みんな、ここに集まってもらったのは、この偉大なる勝利を祝うためだ。こたびの勝利は、我々の手によって得られたもので、一人一人に誇る資格がある。我々は再び大いなる災厄を乗り越え、愛する故郷を救ったのだ。おお！無論、戦争はまだ完全に終わっていない。アビスは消えておらず、その巣窟、八神の国よりも深き場所へと退いただけだ。だが、ナタの戦力を侮り、戦いを仕掛けた奴らは深い傷を負った。この先長い間、ナタに脅威をもたらすことはないだろう。少し準備を整えた後、私が最後の反撃を行うつもりだ。その巣窟に攻め入り、アビスを全滅させてみせよう。それって、ちょっと待ってください。エンジン様はお一人で行かれるつもりでした？あそこには強力なアビスの力が蔓延している。一般人であれば少し触れただけで即死だ。先陣を切ってナタに貢献したいという皆の気持ちは理解しているが、ここは任せてくれ。このエンジンが直々に勝利を収めることを誓おう。一番肝心なところで力になれないなんて。これからの戦いとこれまでの戦いに差はない。皆はすでに貴重な戦果を勝ち取ったのだ。今宵は存分に祝うとしよう。そうですね。命の心配がなくなった以上、もういつもの日常に戻れますよね。確かに悪いことじゃないな。魔物が溢れてる頃よりずっとマシだ。時が来たら再び皆を召集すると約束する。そしてこたびの戦いでナタのために犠牲となった戦士たちも忘れてはならない。アビスを消滅させた後、荘厳な葬儀を執り行う。孤名に多くのものを記録することはできないが、いかなる英雄の物語もナタの人々の胸に刻まれるべきだ。黙祷を捧げよう。また戦士たちだけでなく、隊長の特別支援にも感謝したい。個人の名義でこの土地の勝利に敬意を表彰。では皆がこの宴で気持ちを整理し、再び活力を取り戻すことを願っている。これからも心を一つに邁進していってほしい。キイニジ、お前どんだけ渋てんだよ。こんな戦いまで乗り切っちまうとは。って今の俺はお前の減らず口を許す気にはなれない。部外者ずらして今回のことを好きかって言うな。出ないといつ殴られてもおかしくないぞ。そうだぞアハウ、本当に懲りないな。へえ、ちょっと戦いに勝ったくらいで宇宙帝になりやがって。この偉大なる聖竜クフルアハウが真意を振るってなかったらとっくに消し済みになってたっていうのに。言う褒美に武道でもやるか。俺を一個扱いすんじゃねえ。今回の死傷者のうち伝達師は最も多くの割合を占めてる。しばらくはナタの手紙配達にも影響が出るだろう。だが幸い兼業で伝達師を志望するやつも多い。状況はいくらかマシになるはずだ。北条の国はアビスの出現場所から一番離れてたから、魔物も他より少なかったんだ。私の知ってる限り特に大きな影響を受けてないはずだぞ。でもチャスカの支援が少しでも遅れてたらと思うとちょっとゾッとするけどな。ならよかった。
ほっとしたぞ。このブドウ案外うめえじゃねえか。我が従者よ、おかわりだ。ならお前のことはこれからインコって呼んでいいな。大活躍だったじゃん、カチーナ。前よりずっと自信がついたって感じ。やっぱ一回勝つとガラッと変わるもんだね。それほどでもないよ。ただ何かをしなきゃって一心だっただけで。カチーナちゃんのパパとママが褒めてたよ。もう一人前だって。そういえば龍泉の州の状況はどうなってるんだ。犠牲者が出たけど今はみんな前を向いてるよ。すぐ復旧作業に入ろうとしてる。小玉の子もだいたいそんな感じだね。でもやっぱりちょっと胸が痛い。半言の歌の庇護を受けられなかった人もいたから、帰ったらろうそくを作って備えてあげよう。あ、私も一緒に作らせて。今回の犠牲がナタに今までにない平和をもたらすことを願わないとね。ご苦労。戦での活躍は耳にした。まさに優秀な冒険者であり戦士そのものだな。俺の記憶ではお前とあの王子様はよく似ている。特に勝ちたいと言った時の姿はな、一刻も早く王子様との再会を果たせることを願っている。そうだ、オロル、名園の主の状況はどうだ。ああ、腕の立つばあちゃんがずっと集落に残ってたし、きっと問題ないはずだけど、各所の復旧作業は必要だろう。部族の若者として戻って手伝わないとな。ファディの支援はいるか。いや大丈夫だ。それに部族には年寄りも多いから、君の部下を受け入れてくれない可能性も高い。そうそう、怖い顔してるせいでいつ襲ってくるかビクビクしちゃうっていうか。しかも元素力の乱用は名園の主の視力にも影響を及ぼす。心配してるのはそこなのか。ああ、君たちか。なんか元気ないな。疲れてるのか。そうかもしれないな。空を飛んだ時ナタの全域を、そして勝利のため身を粉にする皆の姿を目にしたんだ。もっと早ければ、そうすれば彼らもクイクも。すまない、こういう時にする話ではなかった。うん、今回もまたジュースでいいか。うん、 L サイズで頼むな。ああ、500年前に立てた計画はほぼ完成に近づいた。あと一歩だ。残すはアビスとの決戦のみ。私にとって戦闘は最も手慣れた手段だ。故にそれほどプレッシャーも感じていない。あの悪いやつを一撃で潰した時のお前、すっごくかっこよかったよな。あの時みたいな力をいつでも出せるのか。あれはカムクラによって潜在能力を全て引き出した姿で、一時的なものに過ぎない。ずっとあのままでいたら体が持たないだろう。それと一時的にあった半言の歌の特殊な力も消えている。今後は以前のように5名の所有者にしか作用しない。ああ、アビスが大ダメージを受けたことで周期的に現れていたのもしばらくなくなるだろう。私としても皆にここからしばらくの間平和を享受してもらいたい。ふん、順調にいけば永遠の平和というべきか。千年続いたアビスとの戦争もそろそろ終止符を打つべきだ。
ところで、ずっと気になっていたことがある。これまで他の国を旅してきた君は、常に物語の中心に立ち、様々な強敵と戦ってきた。先の戦争も疲れを知らずにあちこちを駆け回っていた。旅人という立場でありながら、いつも勇ましくあり続け、なぜ己の命すら顧みずに行動できるのだろうか。おいらが理由なのかよ。これは彼女が君を大切にしている証だろう。とにかく私が伝えたいのは、君は優れた才と正義の心を持つということだ。君と最後まで手を携え、この災難を乗り越えられることを心から願っている。だが、その優しさと正義感につけ込んで協力を強いているようにも思わせたくない。何せ決戦には危険が伴う。君にとってはこれからの旅の方が大事かもしれないしな。今日はもう疲れているだろう。ひとまずゆっくり休んでくれ。明日になったらまた談義室に来てほしい。そこで最後の戦いについて話す。その時、君の答えを聞かせてほしい。ちょうど探してたの。ストラリ？なんでお前がここにいるんだ？大事なことがあってね。やっぱり君に教えとこうと思って。なんだって？それ本当か？死の失勢の力を使った以上、ナタは代償として死を払わなければならない。そしてそれに釣り合うのはマービカ様の死だけなの。ナタの人々の奮闘がひょっとしたら死の失勢の意志を変えてくれるかもって期待もしたけど、大戦を経てナタの最大の脅威が解消されそうになった今も、死は微動だにしていない。君の考えてることは分かってる。私だってマービカ様を救いたい。でも私一人だけじゃ足りないの。よかった、その言葉を聞けて安心した。協力ありがとう。特別な存在である君はこのルールに最も抗える存在かもしれないから。そうそう、このことは絶対マービカ様には言わないでね。カムクラの力を使うことの代償を彼女も理解してるはずよ。けど私たちのやろうとしてることを悟られたら、かえってこっちの計画に影響が出てしまうかもしれないでしょ。おう、わかったぜ。さて、これで最後の休養も片付いた。せっかく競技場に来たんだし、久々に一杯いただこうかしら。本当に一杯だけか？
安心なさい。一杯って言ったら一杯よ。こら小娘、これ以上ダダをこねたらおじさんも本気になるぞ。エンジンになりたいと言いながら教えを請いに来る子は毎日数えきれないほどいる。その中からお前さんを選ぶ理由がどこにあるというんだ。はあ、何遍繰り返したって無駄だ。将来のことなど誰がわかる。才能に優れ俺を説得できるってんなら話は別だが。私ならここから君の家のキッチンにあるコーンチップを打ち抜くことができる。数十メートルあるんだぞ。冗談はよせ。おいおい、本当にやる気か。マジで命中させやがった。面白い。かがり木の民の娘、お前さんなら本当に変人になれるかもしれないな。見たか？先に5名を手に入れたのはこの俺だ。しかも超有名なマリポーな。頭を下げてもいいんだぜ。ヒカセイヤの巡礼のチームに入れてくれって。今ならまだ間に合うぞ。まったく、負けは負けなんだから素直に認めたらどうだ。そんなこじらせるんならお前が本当に米を手に入れた時に祝ってやらないぞ。いつか必ず孤名を手に入れてみせる。君のよりも強いやつをな。はいはい。けど、かがり木のためにマリポより強い孤名なんてあったか？まさか、キュンゴジーじゃないよな。やっとレスリングであんたに勝てた。あと数日であんたは正式にエンジンになるんだろう。次にこういう風にレスリングをしたくなったら多分。エンジン様、レスリングのために一日お時間をいただいてもよろしいでしょうか。ってなるかもしんない。聞いた話だけど、エンジンになったやつはみんな聖火に宿る知識を吸収するらしい。同時に性格も少し変わるんだとか。だからさ、ちょっと心配してんだよね。レスリングでもう私に勝てなくなるのではないかと心配しているのか。そんなわけないだろう。ま、考えすぎか。エンジンになったくらいで私のことを忘れるはずないよな。よし、試合再開だ。漆黒の後に必ず黎明が訪れるのだ。我々は一人で戦ったりしない。わしらは正しい道を歩んでおる。エンジン様が導いてくれるだろう。
敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え盛る。私のなすべきことはすべて終わった。矢神の国に刻まれたルールがアビスとの戦いで助けになってくれるはず。まだ足りぬな。人々に勇気をもたらすことはできるが、これでは真の災いに太刀打ちできん。ナタ人だけに砕けた世界の結果を背負わせるのなら、もっと誠意を見せてもらいたいのだが。私が見てきた人間の中で、君は誰よりも貪欲で一番交渉に長けてる。まさか私の力まで求めるとは。私が担うのは死。死から力を得るのなら、相応の代償を払ってもらわないと。今の我は何よりも力を必要としている。その力に耐えられる英雄が死など恐れるはずもなかろう。命ある者は死を恐れる者。この力を背負う者が少しでもひるめば、代償を払うのは無数の民になる。これがルール。アビスに屈しない国ならば、無論何時のルールにも屈したりはせん。文化の伝承、信仰の積み重ねが続いていけば、我でさえ想像のつかない高みに達するだろう。そうなら手を貸してあげる。けれど私はただの影。君が思うほど自由に動けない。ならどうするつもりだ。内緒にすると約束して。もし誰かに問い詰められたらこう言うから。狡猾なシュバラン家に力を盗まれただけ。私は全くもって関係ないって。いいだろう。その寛大な心に感謝を。入ってくれ。先日伝えた通り、アビスを根絶する作戦について相談したい。ところで、コメの方に進展はあったか？まさか、ヤガミが君に手を差し伸べてくれるとは。ふん。これは私への助け舟と言ってもいいだろう。感謝しなければならないな。あれ、今気づいたけど、コメってこの前の戦争で使うものじゃなかったのか？ああ、アビスが救うヤガミの国のさらに奥。そこは完全にアビスの力に侵食されている。それを根本から解決し、地脈を修復しない限り、ナタ人はこの先も脅威に怯えながら暮らし、また先日のような大戦が勃発するかもしれない。それがナタ人が当たり前のように背負ってきた運命。数千年にわたり漆黒の狭間であがくことしかできず、一度も真の平和を手に入れたことなどない。しかし、こたびの戦いでその運命を打ち破りたいのだ。聖火を用いればこの身は守れる。そして私以外にあの地の汚染に抗えるのは君だけだ。コメが完成しなければ私一人で行こう。だがもし間に合えば、やはり君に助太刀を願いたい。元に戻ったとは言い難い。ヤガミの国がアビスに侵食されている問題はまだ解決していないからな。だがカムクラの力を使ったことにより、ヤガミの国に溜まっていたアビスの力はだいぶ消え去った。それに君の孤名は極めて特殊。ヤガミから特別な配慮がされるだろう。要するに、反魂の歌が元に戻っていなくとも、君の身は問題なく守られるはずだ。ちょっと待ってくれよ。
アビスは狡猾だ。君たちが一緒に行動すれば真っ先に狙われるだろう。そうなればこちらが窮地に立たされる。あんま心配する必要ないと思ったら一気に心配になってきたぞ。オイラなしで大丈夫なのか。わかったぞ。もう少し考えさせてくれ。受け入れられるかわかんないけど頑張ってみるから。ああすまない、感謝する。最終決戦がいかに重要なものか、ナタ人ならば誰もが知っている。遠い未来の時の終点まで君は人々に感謝され覚えられるだろう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。多くの者が積極的に復旧作業を行ってくれている。そう時間もかからずに戦争が残した跡は消えるはずだ。だが一方で亡くなった人々はもう帰ってこない。心の傷を負った者が数多くいることの方が我々にとって難題となるだろう。太陽が再び昇り、我々はもう一度生きる自信を築く。全ての者の貢献を忘れてはならない。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。偽りの空か。過去にその言葉を聞いたことはあったが、それを証明する情報を手に入れたのは今回が初めてだ。空の後ろに隠されているかけらとは果たして何なのか、なぜそれが隠されているのか、調べねばならないことがまだまだ残っているようだな。だが冒険者協会からは、他の国では空が引き裂かれる現象もかけらのことも観測されていないと聞く。もしかするとその秘密を守ろうとするのは天理なのかもしれない。私にちょっかいをかけてこなければいいのだが。それなら大丈夫だと思うぞ。オイラたちフォンテーヌでもっとヤバいことをやったからな。ならば安心だ。とにかくあの件は奇妙な天文現象だと説明してある。人々が過剰に反応する心配はない。我々のペースで少しずつ調査を行うとしよう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。私たちが見たのは彼らの魂ではなく過去の記憶に過ぎない。これも全て500年前の職人が彼らの孤名に施した特別な処置のおかげだ。彼らの魂は当に八神の国へと帰り、別の形で再びナタに生まれてきている。もしかするとすでに何回も人生を過ごしているかもしれない。真の再会が永遠に訪れることがなくとも、彼らはずっと我々のすぐ近くにいるのだ。これもまた我々は一人で戦ったりしないが持つ意味なのだろう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。一応の協力関係を結んだが、私には感じるのだ。ナタを救うことは彼の真の目的ではないとな。そうだよな。なんであいつがナタを救うことをあんなに重視してるのか正直わかんないし、ただのいい人でカーン・ルイヤの最悪をもう見たくないってだけじゃさすがにないよな。そう過度に不安がる必要はない。一連の出来事を経てその身分を知った今、彼のことは尊敬し始めているんだ。やましい考えがあるとは思っていない。今はやはり最後の戦いに集中しよう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。この地にゆかりある異教の者よ。一人で会いに来るとは思わなかったわ。エンジンマービカがアビスを退ける時に振るった力は死の失勢に由来するものだ。俺の知る限り
死の出生は必ずそれに見合う代償を求める。彼女が持つルールだからな。どこでそれを。なるほど。その長い旅を歩ませたのがまさに死の出生だったのね。ナタにはまだ最後の決戦が残っている。それに俺も最後の強敵と戦わねばならない。帰る場所のないあまたの魂のため、ナタの希望のため、お前の協力が必要だ。